大番くんはどこだ。さあわかったかな。正解はここだよ。ここここ。はい、どうもオーバン TV のオーバンですという感じで、いや久しぶりに来たよな。久しぶりに来て時間間違えて遅れるという、もう最悪のことをしてしまったという感じで、今回はパンプアップさんに来ております。ちょっとね、僕10月までの計画をねしっかり練りながら軽くトレーニングをしていきたいなと思います。はい、というわけで久しぶりです。お久しぶりです。戻ってしまいました。今何本だったかな。今103です。もうほんまやってしもうたっすよね。綺麗に戻ったな。綺麗に戻りました。これがリバウンドなんじゃなってめっちゃ実感しとるっすもんね。これから僕10月大会目指すっていう動画上げさせてもらったんですけど、10月までにどういうスケジュールでいくというか、僕の中で3ヶ月で何キロ落として何キロ落としてみたいな、その目安を決めてやった方がやる気が出るんで、目安を教えてもらえたらなと思って今日来たんですよ。今103ということで、まあ今8月半ばいうことで、4月末までに100キロ。最初の方はまあオチが早いと思うから、1月100キロ、2月に96キロ、3月92キロ、4月春頃には88キロ、5月まで84、6月まで80。この辺まではまあ4キロずつ落としてって、7月入ったら77キロ、1月に74キロ、3キロずつ落として、最後もうこの辺でちょっと仕上げてって、そっからあと2キロずつ、9月に72キロ、10月70キロ。70キロ80台を切りたいって言って前回切れんかったんですけど、前回は3ヶ月で81、2までいっとるから、そうですね、それで言ったらちょっと緩めの減量になるけど、ですよね、ガラッと変わりますね、多分変わるな。身長もあるけどな、178、まあ、絞り切ったら今の筋量だったら70ぐらいまではいくんかな、一応目安だけど、その都度またあの体を見ながら目標を設定変えてやっていこうかなと思ってます。とりあえず今月は100キロまで。最初はもう何もせんでもちょっと食事変えるだけで落ちると思うし、もう運動しとったからしてます。ちょっと実際ちょっともう体重落ちちゃったんですよ。ちょっと動くだけで落ちるようになって、まだ有酸素とかそういう残りの切り札を残しておくために今からガンガンやっていく必要はない。ああ、思いますか。似合うんですか。10月逆算してたら全然大丈夫。あ、思いますか。おお、結構レベル高いんですかね、 YouTuber 部門っていう。見たんですか。見たことあるんですか。そうやな、あのただただ落としただけじゃ勝てんかなっていう。ある程度見せる体ぐらいまでいっとった方がいいことですね。本当やったら一回絞り切ってリセットして、ちょっと筋量アップ、あのアウトラインとかつけて、はい、そこからまあもっぺん絞ってみたいな形で。それは間に合わんすね。それは間に合わんすね。あんまり皮とかが余ってもいけんし、痩せて皮が残るパターンがあるんですか。だから一気に落としたりとか急激にやったり、極端な食事制限をしてしまったらあんま良くないかな。あ、そうなんですか。質感もやっぱ大事にしながら。あ、そうなんじゃ。っていう意味であの、はい、最後の方初以降かな、少しずつの減量です。今実際今日が14なんで、もう初めて7日目とか1週間ぐらい、そうですね、1週間ぐらい経ってますの体重計測していきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。じゃあ行きますね。よし、今この画角が久しぶりすぎて。おー、まあでもやっぱこんぐらいはすぐ落ちるな。体重が99.25。やっぱ筋量がもっと多いですか。普通ですか。多いな。多いですか。やべえな。だから変われるかな。まあ変わるしかねえ。もう変わるしかねえよこれは。ドラえもん状態ですか。え、もしかして。あ、そっか。ドラえもんボディですか。前の開始ぐらいほんまちょうど戻っとるな。綺麗に。あ、ほんまっすか。綺麗に戻っとる。綺麗に戻るんだよな。綺麗に戻っとるな。ほんまっすか。うん、気持ちいいですね。なんかそれもそれで。ファスト110、110、ウエスト105、105、ヒップ110、110、太もも68、68、ふくらはぎ46、46、腕回りが38、38。いや、これはドラえもんだよ。体型がもう
消えるよ。あとはまあ続けれるかどうか。続けます。動画に支障を取る以上僕も意地があるんで。じゃあ、写真撮っとこうか。はい、チーズ、はい、チーズ、はい、チーズ、はい、チーズ。大番くんはどこだ。さあ、わかったかな？正解は、ここだよ、ここここ。しゃあ、はい、という感じでね、サウナスーツです、これ。見てくださいよ、これ。これ、めっちゃ熱いなるやつ。サウナスーツを着てね、お久しぶりにトレーニングしていきたいなと思います。やると決めたらやる男なんで、僕は。ひでかったな、今の写真。ブヨブヨのエレやつ、クソダセーからだよな。ちょっとトレーニングしていきますんで。You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you break your back to make me feel again. So forget.はい、という感じで、マジでなまってるわ。あーうめえ、あーうめえわ。よし、じゃあ次は有酸素いきます。Save your judgment, cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I did you need a name, don't pray. やばい。しんど。体重戻ったけんから、もうほんまちょっと動くだけでめちゃえれ。マジあっち、やばくね、これ。やべ、しびれる。立ちくらみしょう。ちょっと待って待って、立ちくらみしょう。プロテインタイム入ります。やっぱりさ、トレーニングを全くしなくなったからめちゃくちゃ偉い。これがね、まあ3ヶ月ぐらいすればトレーニングも慣れてくるんで、その慣れる心までは本当に逃げたくなりますけど、頑張ります。この生活がね、当たり前にできたらなんちゃらいんですけども、さっき歩いたやつで足の裏めちゃ痛いもん。あとちょっとね、時間があるんで、もう一回有酸素します。マジであっち、この服。ちょっと、いやー、これが10ヶ月間続くんか。あ、でも長い人生のたったの10ヶ月。頑張ろう、いけるぞ。俺絶対優勝するんだ。はい、というわけで今トレーニング終わったんですけど、疲れた。でもね、このやっぱ僕がトレーニングして結果出すっていうのがやっぱり
一番大事なことだと思うんで、まあ同じね30代上で言うと40代50代の方に俺見てたら頑張れるなっていうね思いを届けたいですね。あ、オーバーにできるんだったら俺もやってみようかなとか、その勇気を与えられる結果にしたいんで、ちょっと僕は頑張ります。ちょっとね、後で深澤君がねエンディング一緒に撮ってくれるみたいなんで、ちょっとね待ちましょう。お疲れ様でした。今日ちょっとセルフトレーニングになって、あ、全然使い方があったのか思いながらちょっと使わさせてしまったんですけど、うん、大会に向けて優勝できると思ってるんですけど、まあそれ一応プロの課題どういう風になるかっていうのをちょっと予測してもらいたいなと思ってます。結果何位ぐらいにいけそうですか？何位ぐらいか、その部門だけですよ。そうな、はい、まあ、何人出るかも分からんし、はい、今まで出てこんかってすごい人も来るかもしれないし、まあ、誰と比べるんじゃなくて自分の中でやりきったっていうのがあったらですか、うん、誰と競うっていうよりかは自分との勝負になるかな、やっぱり。まあそうですね。でもまあズバリ何位ぐらいを目指してほしいとか。もちろん出るからには1位を。はい、やっぱり目指しますよ僕は、うん、ちょっとまあここもね月1回、パンプアップさんには寄ろうかなと思ってます、まあ、中間報告というか、うん、まあ、そういう感じで、ね、パンプアップさんに寄らせてもらって、うん、その間は、まあ他の日にちは全て、うん、ちょっとまあ24時間ジムに僕通うことになってるんで、ちょっとそちらにね行って自主練というか、まあ、個人練習個人筋トレをねちょっと動画に上げていきたいなと思います。まあここを節目に節目に目標を持ってね、ちょっと10回です。お願いします。まあ、また食事で困ったり、はい、ね、なんかトレーニングマンネリ化してきたら、はい、言ってください。なんか、ね、やっぱ体重10キロぐらいはすぐ落ちるんですけど、うん、そっから急に落ちてくるんだね。そうそう、まあ、前回3ヶ月ね、あんだけ落としてるんで、はい、見てると思います。僕も。10月21日、はい、目指して頑張ります。です。優勝して。その翌週、お年を祭りで最高のお酒を飲んでください。あ、そうですね、そうですね、地元のお祭りあるんですよね、うん、その次の週ですね。そう、もうそこめがけて、祭りめがけていくみたいな。めちゃくちゃしんどいな。というわけで、今回の動画はこれで終わりたいと思います。今回の動画がいいなと思った方はグッドボタン、あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイ。あ、もう完璧です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、大丈夫です。うん。